まれるメンバーを厳選して厳選されたんですか。厳選されたんですか。そして11人ラーメン買ってですね。ああ、優秀じゃない。なんか逃げ持ちの話の話と、はい、なんかギャワーに出てきました。デカコヤちゃん、始まりましたね。デカコヤちゃんでございますけども、はい、こちら第9回となっておりまして、はい、今年2023の一発目のゲストですよね。そうです、初めてですね、うん、一発目のゲストにして、先ほどあのうちの佐藤くんがプロデューサーに任命されました。ようやく一年してびっくり、さっきたまたま聞いたんだけどプロデューサーなんだからって言われてたんで、すごい、今までは違ったの逆に今まで どういう立ち位置だったんだろうって言いながら、まあ初プロデュースということで、はい、まあそんな変わらないですけど、まあ、いつも通りな感じでやっていきたいと思います、はい、ということで、はい、ね、佐藤君お願いします。はい、はい、この番組はお笑い芸人のデッカちゃんとスタジオ小山店長の私佐藤が今おすすめのバンドを紹介する超豪華音楽番組です。ということで早速ゲストを紹介してください。はい、本日のゲストはおとよいさんでーす。おとよいさんでーす。はい、デカコヤちゃん、今回のゲストはおとよいさんです。紹介していきますよ。おとよいさんは2008年東京で結成、ロックと思っているがあまりそう言われないほのぼのアコースティック系ロックバンドです。楽しいが一番がモット。テーマは美味しいものやワクワク、そして愛嬌。メンバーはチーム東京7人、チーム新潟3人。ライブは東京中心ですが、リーダー尾身さんの故郷新潟でも活動中だそうです。デカコヤちゃん、新年一発目、どんなお話が聞けるか楽しみです。それでは、どうぞ。それではよろしくお願いします。ということで、デカコヤちゃんなんですけど、知ってはいましたか？知ってました、もちろん。お、本当ですか。もちろんです。ありがとうございます。プロデューサーになったんで。デカコヤちゃん。ということでいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、あれです、活動、バンドとしての活動なんですか、おとよいさんというのは。そうです。これなんかメンバーもたくさんいらっしゃるじゃないですか。バンドです、一応、はい。あ、バンドとしての活動で、はい、今回のメンバーはよくやられる。そうですね。集まれるメンバー。です今回、今回の収録 に集まれるメンバーを厳選して、はい、来ていただいて、厳選されたんですか。厳選された全員でやったこともあるんですか、その総勢みたいな。東京に7人、はい、7人、新潟に3人いるんですけど、はい、あの10人10人いるんですけど、はい、でも全員で演奏したことは一度もないです。一度もないですね。なんかそれも逆にレアな感じで見てみたいですけど。デカコヤ！デカコヤ！おとよいを始めた。おとよいを始めた。おとよいを始めた。いや、きっかけはあれか。なんか何て書いてました、2008年東京で結成。そうなんです、はい、なんか当時そのまだなんか沖縄ブームの第何時かわかんないですけど、なんかあったんですよ。で、なるほど。この時に、なんか僕のちょっと個人的になんかその沖縄、自分も沖縄ブームだった時があって、はい、でなんかこうなんかその波に乗れないかなと思って、その最初は三振と、はいはい、僕が三振だったんですけど、ピアノの方と、バイオリンっていう編成で、はいはいはい、なんかこうやり始めたんですけど、あんまり波に乗れず結構もう過ぎ去ってったんですか。なんかちょっとそうですね、まあ、何回かありましたよね、沖縄の音楽がこう回ってきて。そうなんですね、はい、うまいこと乗れず、はい、ってことですね。でそこからまあいろいろそのなんかあのメンバーの変遷があって、はいはい、結構だんだん音楽性もいろいろこう変わっていった。ああ、なるほど。デカコヤちゃん、どうやってメンバーさんを集めたんですか。うん、
中一郎この、はい、今のメンバー、はい、今いらっしゃってる、感じだと、そして周一郎、そして周一郎、そして周一郎、接続詞がつくんですね。そして点がありますんでね。そして周一郎、何かがあってそして周一郎ってことですか。そのパッケージでメンバー紹介の時にそして周一、そして周一郎。あたりですね。か、なんでしょうね。なんか、はい、なんかのイベントで。の打ち上げで共通のもともと別ライブでやってて、知り合いのライブで会って、はい、多分その打ち上げの帰りに一緒に帰ったのが、一緒に自転車乗ったのが最初です。なんかいいですね。なんか友達になる最初の一緒に高校だから友達になったみたいだね。そうだよ、駅が同じ。駅が同じで。はい。がこやちゃん。はい。まあ彼はベースです、はい。その時にそのなんか、まあ、もう一回多分なんかで会った時に。そのベースをやってくれないかみたいなことを頼んでですね、そしたら彼も、ね、たまたまそのずっ と, あのとその時は弾き語りで彼はやっていたんです。弾き語りでやってたんです。ソロでやってたんですけど、たまたまそのベースをもう一回、元ベースだったんだけど、はい、また始めたいみたいなことを言ってて、タイミングがタイミングがバッチリでオファーを受けました。オファーを受けました。オッケーを出して、そしてシュイシュイ。ありがとうございます。デカコヤちゃん。そしてソプラノサカイ、ソプラノさん、矢野さん、はい、矢野さんはですね、多分なんか他の僕がなんか、はい、一人で多分、まあ、何回か多分一緒になったんですね、ライブ、はい、で、サックスが出てるというか、サックスの女性がいるなと思って、うん、ずっとこう注目してたんですけど、はい、で何回目かの時に多分終わった後にちょっと声かけしてですね、はい、こういう感じでやってるんですけど、もしよかったらちょっと手伝ってもらえませんかっていうことなんですね。その頃は、はい、基本的にテナー、ああそうですね、多分対バンした時もロックバンドでテナーを吹いてたんですけど、ちょうどやっぱその頃ソプラノを買ってですね、はい、ソプラノを練習したかったんですけど、練習すごいですね。ソプラノならいいです。最初テナーがテナーがいいなと思ってたけど、ソプラノってなったけども、まあまあいい、まあ、どうしてもそのなんかロックとかで憧れがやっぱある人だけなんです。そうですね、はい、てっきりそういう感じでやっていただけるものだと思一番最初ぐらい確か持ってきてもらったような記憶があるんですけど、二度と持ってきてくれなんて。てかこやちゃん、まなみさんはどういう企画で、そこはもしかして出会いとか、え、そのか出会い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 は前に初めて出会ったんですか。いや、それはかなりちょっと時空を超える。時空を超える、何次元も違う人ですか。見えてていい人なんですか。見えますよ、4次元みたいな。いや、確かになんか変わった空気感というか、お話しする前にいきなりガルボを1個もらいました。デカコヤちゃん、たまたま、はい、そうですね、なんか対抗がいなかったんですよ、その頃。おーい、ほんとに。で、なんか、ちょっとやってみるか、やってみない感じか。え、その前のなんかありそう。出会いじゃない、できないんだけど。どうじゃ、ここ踏み込んでいいのか。ダメだ、あれは。ダメなら全然。学生の時になんかドラムをやってるっていうのをちょっと聞いてたので、はい、多分できるんだろうなと思ってて、はい、他の、バンドさんでもバーカッションをやっていたっていうので、ね、それもあって、こうちょっとたまたまドラマーがその時はい、休みというか不在、新潟に帰ってしまった時、ああなるほど、ああなるほど、そうなので、そのタイミングでちょっと、お願いしてお願いして、そうなんだ。でかこやちゃん、ライブ前とかに入る感じで、そうですね、やっぱそうですね、何かライブが決まってそれに向けてっていう感じにはなりますかね。やっぱライブが決まったらそこに出るメンバーが、まあ、決まってって感じですか、ね、そうです、予定聞いて丸月丸日に、はい、まあ、どこどこでライブが決まったんですけど、はい、その
出られる方いますかっていうのを一応 LINE グループ、送信みたいな LINE グループで送信して、はい、で出ます出ます表明していただいた方を中心にこう、はい、基本的に、まあ、全部出れますっていう人みんな出る感じですか。そうですね、なんか最近割とこもう大体固定というかね、流行りもおかしいじゃない、この2人は固定あそう一緒に最近出ていただいてですね、デカコヤちゃん、ね、人数が多い、アレンジもその時その時に変わっちゃう。そうですよね、メンバー集まったメンバーで、今回はキーボードここにないとか、はい、そうですよね、うん、一応そのバンドの、はい、リーダーみたいな感じですけど、はい、バンドマスターですね、いわゆる演奏上のバンドマスターは、はい、そして周囲そうなんですね、そうなんですね、もっとこういうのコニーレイダーやらさせてもらって怖いわけなんですけど、裏ボスもいるんです、裏ボスどうぞどうぞ表になっちゃう、表になっちゃう、デカコヤちゃーん。プロデューサーのコーナーが今年からできたので、そうなんですよ、ぜひよろしくお願いします。はい、今年からコーナーを作りました。はい、小山佐藤の大切機材見せてください。これはどういったコーナーなんですか。はい、はい、このコーナーでは、はい、ゲストの方の大事にしている機材を、はい、紹介させてもらいます。おうおう、はい、大事にしている機材、はい、今回は、はい、ギターボーカルのお兄さんの機材を、はい、紹介させて、はい、いただきます。はい、で事前に写真を送っていただいたんですけれども、はい、このギターは何というギターですか。これはですね、はい、ギブソンの何ですか、なんだっけ、ハミングバード、ハミングバード、あんまり執着ないので大事にしてる、大事にしてる、デカコヤちゃん、どういう経緯で買われたんですか。なんかですね、はい、なんか多分何年前か忘れたんですけど、ライブがやっぱ決まってて、はいはいはい、その時にその2台ギターがアコギを持ってたんですけど、はい、一斉にこうなんか変な感じになってて、まあ、ネックがちょっとこの問題が起きて、でも見たこともない感じになってて、暑かったんです、夏で、これまずいなと思って、で一回こう近所のなんですか、エピアとか修理に持ってたんですけど、はい、ちょっとこれうちじゃ直せないと、そんなにですか。でもアコギって結構難しいんだよね。そうなんですね、うん、で困ったなっていうことで、はい、いろいろ調べ見て、なんでしょう、もともとサザンジャンボっていう、はい、そのギターがなんかいいなと思ってて、はいはい、でそれで何本か目星ついたお店があって、はい、そこに行って、そう思想したんですけど、なんかなんとなく違うかもって思った時にこれがなんかたまたま目に入って、これをちょっとじゃあしてもらってっていうすごい、したらですね、すごくしっくり、おお、なんかネックがちょっと細め、そうですよね、手がちょっとちっちゃいので、なんかすごく弾きやすかったなんかもう 目があったじゃないけどってことで、ギターが俺だよみたいな、そう方そう感じたっていうことですね。タイミングもそんな全部故障することなんてないから、それはすごい大事なギターですよね。でちょっとね、はい、安かったんですよ。そうなんです、はい、一回日本にこう来た時に、はい、バラバラにぶっ壊れてギターらしいんですよ、なんか、ギブソンさんしたりですね、もう一回こう振り返して、これ壊れてるぞって言って、振り返してきて、でまた戻ってきたんだけど、ちょっとこう接着の具合というか、ね、いやいや、はい、あとその雑な感じでこうなんか、そんな支障ないんですけど、ね、なんでちょっとやや値下げしておりますっていう、ああそういうのがあったからっていうされてですね、なんかちゃんとやった。よりなんか愛着湧いてくるというか、一回強い強い子ですよね、帰ってきてまたねワープして帰ってきた、わそれはすごいいいエピソードですね。映画小屋ちゃんというわけで、まあ今回収録した曲ですよね、さよならナポリタンの方なんですけども、こちらはどういった曲なんでしょうか。これはですね、なんか
一応そのシンガーソングライターでもあるわけですよ。ああ、はい。で、なんか、まあ、いろんな曲があるんですけど、今回そのなんか、はい、なんでしょうね、ちょっとだけ、歌詞の内容としては、はい、ちょっと悲しい感じを入れてみたかったんです。さよならのナポリタン、はい。実はそのあんまり僕、僕の歌詞でその別れだったり、はい、そういうのってあんまないんです。実はね、でもなんかはいはい、どうも日本人はそのなんかやや悲しい事柄の方が、はい、受けるぞみたいなやつをテレビでなんか見てたんですけどそういう情報を受けてる某番組でですね、はい、音楽番組でなんかたまたま目にして言ってて、はい、うん、よしこれで行ってみようって行ってみようってでかこやちゃんもう確かに音楽的には楽しい感じの音楽だけども、あ、そうなんですよ、はい、よく聞いてくれました、はい、そしてその時にたまたまこうなんかまた別な何かで読んだんでしょうね、なんか、はい、なんですか、いわゆるこう諸説というかいろいろ言い方はあるらしいんですけど、はいはいはい、モータウンビートっていうモータウンビートチャ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 、そういうのがどうもなんかいいぞちょっと言い方間違えました、いいぞの集まりだったんですね、我々やったことがなかったので、ああちょっと挑戦してみたかった、やってみようかみたいな、はい、でそのちょっと悲しい歌詞と、はい、モータービートっていうですね、なんか掛け合わせて、はい、掛け合わせて、作ってみました。そして歌詞の内容はこれすごく僕のリスペクトしている、はい、ミュージシャンのこと、あ、そうなんですね、曲をだいぶその高い普通にこうリスペクトがすごく入っている。あ、歌詞なんですね。曲なんです。でかこやちゃん。味って思い出とともにあるから、すごい素敵の、うん、ナポリタンもう食べられないんじゃないですか、でもこんだけ。あ、どうですか、未だに。いや、これ別に実体験とかじゃないですか。あ、実体験じゃないですか。いや、今日もたくさんお話聞けましたね。はい、どうでしたか、佐藤くん。ご自身のコーナーもやれましたけど。そうですね。初プロデューサーとして、初プロデューサーとして、はい、いや、よくできてますよね。自分実は感じましたけど、何か皆さん告知とかあれば、はい、聞いてもよろしいでしょうかね。いくつかあります。今とりあえず今決まってるのが、はい、3月の12日、12日曜日にですね、はい、高円寺のトラゲットという、トラゲット、はい、カフェというか、お店でライブが決まっていてですね、はい、はい、ね、それでまあトラゲットずっと僕らもよく出させていただいてるんですけど、はい、なんか今年3月いっぱいでなんか店が移転になってしまうということで、はい、多分その高円寺でやるのは演奏できるあとは最後かなというので、あれですかね、はい、どうしよう、そして周一郎的にまあね、まあ、彼女だったり皆さん募集中に、そうですね、随時募集しておりますいや真面目なことじゃなくて普通のプライベートなことなんでお願いしますねびっくりしました、きっちり告知したけどすごいプライベートなことでしたでかこやちゃん、また新しい時間ありがとうございましたありがとうございました、はい、というわけで以上ゲストの音酔いさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、というわけで締めたんですけど、また忘れてました、僕最後にちょっとやってもらいたいことがあるんですけども、はい、よろしいでしょうか、はい、じゃあ早速説明をお願いします、はい、スタジオ最後掛け声で終わりたいんです、終わりたいので、はい、スタジオって言ったらこ山こです、山こう漢字の章章イメージして、そこからの山スタジオって言ったらこう山というのをみんなで一緒にやってお別れしたいと思います、もしよろしければ、はい、断っても大丈夫ですよ今のところまだ断られてないんで、でその、ね、バンドのイメージもあるから、これはやりたくねえぜっていうそれも尊重します、やっていただけるということで、で最後そちらでお別れしたいと思います、はい、ではお願いします、はい、スタジオこいやー、ありがとうございました、音酔いさんでした、ありがとうございます。
ポリタン、ナポリタン。あいばいあの子は出ていた。ナポリタン、ナポリタン。さようならナポリタン。でかこやちゃん、ご視聴いただきありがとうございました。スタジオ小山チャンネルにて演奏編、デッカちゃんのドデカレコーズにてトーク編を動画アップしています。ぜひチェックしてね。